白子すり流しは何でいこうかな。なんかお椀でいこうか。これこれ使うもんな。なんかお椀ある。あ、ちっちゃいな。あれでいいかな。なんかお食事苦手なものありますか。何でもないですか。大丈夫ですか。苦手なものございます。大丈夫です。苦手なものとか何でも。貝ですね。貝は今日はアワビ、アワビだけかな。大丈夫ですか。わかりました。なんか苦手なものとかありますか。大丈夫ですか。僕は大丈夫です。なんかございます。大丈夫ですね。よろしく。ウニが苦手ですね。わかりました。給宅様ウニがダメです。だからそれってほとんどのスパーで返しできるから、そういうサイトで使うと電子マネー使って使わへんっていうことは、どうぞ。佐島のタコ失礼します。結構酒と水だけで調理してます。もうタコ素材のお味になります。今日は久しぶりですかね。あ、そうです。いつ以来ですか。僕、8月か。はい、なんか最短でここら辺だけど、すいません、なんかありがとうございます。楽しみにしてきた、よかったです。昨日はね、サッカーも勝って、あ、そうですね、歴史的勝利でね、よかったですね。前半の時はもう勝てないと思ってうちのお客さんも結構行ってる人が何人かいて大喜びでしたね。あれは行ったら感動しますよね。あ、現地まで行ってる人いますよね。何人か行ってます、うちのお客さんも。今日休日にしてくれないのかなと思って。あ、サウジみたいな、ね、今日祭日だったらよかったのに。あの監督すごいな、ね、フォーメーションまで、はい、負けたらボロカス言われるけど、あえて勝つとね、称賛されて、やっぱり本当にすごい商売の、すごい仕事だなと。あれ、白子は後からやるから、あのお椀で、だけど途中で出していいかな、ここら辺で出していいかな。次、あん肝出て、あん肝の後ぐらいに、あ、それも白子だろう。握りの手前で行こうか、あれ、白子。白子を編んで。今日は出汁出さなくていいから。飲み物どうします？日本酒お酒行きましょうか。お酒お願いします。汽水船で行こうか。汽水船か、14台行こうか。今日は2人で、前回1人で行った。2人でしたっけ。別で妹と一緒に、ね、あ、妹さん、はい、あ、そうだ、あっちでしたよね。あ、そう妹さん急遽来たんだね。確かそうだ、すいません、ごめん。じゃあ今日は友人とですね。じゃあイワシですね。すじめのイワシです。どうぞ。ガリと大葉とミョウガが入っております。さっぱり召し上がれます。お母様、量はそんなに食べれないですか。普通ぐらいいきます。まあ普通に食べられます、ね。食べれなかったらね。辛くなってきたら言うと。わかりました。これ上何ですか。上はね、おぼろって言います。エビと卵黄ですね。エビと卵黄でこういっていくとかパラパラになるんで、少し甘みがあるんでね、ちょっとちょうどいい塩梅になると思います。ちょっといくらあったっけ。
ちょっともらっていい、はい、少しちょっと味見るわ。いくらもダメだな、やめよう。皮がもう硬い。あれ、アビコはいくらなし、もうダメだね、皮が硬い。皮が口に残るし、もう味も良くないから、まかないでこれ食べよう。カニはどの辺に向いてるの？カニは何？あ、それ悪いな、剥いといて、うまく分けて。ホタテの後ぐらいで。うん、ホタテの後でいい。カニの出汁はもう大丈夫ね。あの、煮詰まった詰まった味も大丈夫ね、見た。また一回俺味見に来るか。カニと、そうだね、カニも同じ感じで。あれ、あとホタテください。どこでも嫌がるんです。どうす、まあ、そういうと、それやると、自転車の方が早いです。早いな、いいわけないです。めんどくさいやつ。大きいな、なんていうのもあるんですけど、目に見えるんだけど、消えちゃったらいっぱいあると思うんだけど、みんなさ、一発座ってそれに終わりになって。現実はさ、それで言うと、ほぼ KMM がちょっと高いですよね。だからやっぱり、どうぞ、ホタテ、おつまみ。ほぐしたホタテです、上が。ほぐしたホタテとエビが入ってます。あと中が生のホタテ。あ、じゃあ上。上も、はい。上、ほぐしたエビとほぐしたホタテ。メニュー、上にプリンターがあって、あの今メニューを吸ってるんですよ。毎日メニュー変わるんで、メニューもね、本当1ヶ月間決まったメニューとかで出したいんだけど、魚が微妙に変わるんで、あとはメニュー出さなくてもいいんですけどね、本当はね。だけどうちはもうメニューを必ず握りの前に、今日出る握りを全部メニューで吸ってるんで。温度とか。そうです、はい。うまい、大丈夫。あとポン酢かけて、さらにポン酢まだ持っている。ポン酢で味が薄く感じになっちゃったな、いつもより。うん、味の濃さが、うん、本当にグワッとカニが来るんだけど、実はこれは上品で、上品でこれはこれで上品だね。上品で美味しいと思う。やっぱどうしても個体差出るよな、同じ割でもな。しょうがない、これは自然のものが相手だから。行こう。それでお願いします。これもね、ホタテ面白いですね。これもやってるお店あんまないかもしれない。ちょっと中華っぽくなっちゃいますけどね。ちょっとあのラー油が少し入ってるんで、うん、でも美味しい。はい、アクセントになりますよね。ちょっと流れが変わって、つまみのホタテの刺身ボンって出されてもね、まあそういう寿司屋もあるけど、それもそれでいいのかもしれないけど、やっぱりこうちょっとひとひねりしたつまみが大体出します。うちはまずカニですね、セコガニ。ちょっとシャリと混ぜてます。もうそのまま召し上がります。ちょっと酢飯とちょっとあえてます。酢飯と混ぜてね、あとは少し柑橘系、酸味も入ってますね。入ってますね。はい。やっぱりカニの旨味が強すぎちゃって、うん、やっぱちょっと酸が欲しいんですよね、ここも。酢飯と柑橘系がちょっと入ってます。新しいプロトコル作ってる。カニの殻で出し取って、それでちょっとシャリと混ぜて、ちょっと詰めていくんですよね、混ぜながら。それで、その後、ちょっとポン酢、ちょっと最後ポン酢を少し隠し味っていうか、酸味があるんで、ちょっと味が締まるん で、 外粉はね、使わないですね、うち好み、はい、ちょっと前まで握りの途中に出してたんだけど、うん、でもつまみの方がいいかなと思って、やっぱ味が、旨味が強す、すごいガンツンとくるんで、うん、結構柑橘が結構中途半端に入れるしっかりポン酢で最後整える感じで、すみません、丼で欲しいです。なんていうんですかね、なんかね、やっぱ
果肉臭くなるっていうか、あんまりこう、だからやっぱ柑橘系が必要なんですよね。もう結構ずっと食べてて、最初は美味しく感じてたんだけど、途中からなんかやっぱ果肉臭く感じるなみたいな、やっぱ柑橘系が必要になるっていうか、やっぱポン酢入れる、ポン酢なんですけど、自家製のポン酢をちょっと入れたら、やっぱこの味が結構まとまってきて、あと飽きなくなってきたんで、感動レベルって言ってくれると嬉しいな。やっぱり、あとは僕やる気出ちゃいますよ。結構自分で決めた味にこう、ね、お客さんが賛同してくれると本当に嬉しいですね。マグロは今日で1週間、約1週間ぐらいかな。うん、筋のところやっぱり腹髪なんで、この筋のところだいぶ柔らかくなってますね。見た感じやっぱ周りがどうしても焼けてくるんで、これは全部切り捨てて、この辺なんかやっぱどうしても寝かすと色目がね、こう茶色くなっちゃう、ここ全部磨いちゃうんで。アワビですね、今北海道の方ですね、利尻、北海道利尻のエゾアワビ、ちょっと小ぶりなんですよね、こんなもんなんですけど、味はすごく濃いです。はい、あのアワビの味、香りもしっかり。こんにちは、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こんにちは。あっちが時間差で1時から、はい、うん、前回あっちでもね、前回あっちでしたもんね。あ、そう、1時からね。いいっすね、綺麗ですね、まだ発色してないんで、赤身がいいっすね、これ。この前、2日前に使った時よりいい感じになってます。はい、家で保管しておきたい。いらっしゃいませ、こんにちは。外は焼けてるんだけど、中は、中央はもうやっぱ綺麗に色が残ってる。やっぱここ綺麗に磨いちゃうんで、あの変な臭みとか一切ないです。この辺がね、一緒に食べちゃうともう臭くて、でも食べれたもんじゃないです。この辺がやっぱどうしても臭いんですよ、うん、これ焼けば美味しく食べれるんですよ。照り焼きみたいにしちゃって、照り焼きにしてやっぱまかないですよね、この辺は。やっぱりなんか居酒屋さんとかやってればね、こうパッと照り焼きにして出せるんだけど、この辺はやっぱりどうしても難しいですね、やっぱり寿司屋で使うのは。十分のソース、うん、たまに僕は家持って帰りますもん。家持って帰って、焼いて食べる、うん、本当に十分。やっぱりどうしてもやっぱこう、なんつうんですかね、臭み、マグロ臭いというか、うん、そういう匂いが、この辺がやっぱロスだから、キロ1貫5000円とかになるのも分かりますよね。ちょっとやっぱこういうロスがたくさん出るんで、マグロって頭を落として皮取って、だけど今山行さん本当有名ですよね、みんな知ってるからね、やっぱ山行さん、寿司屋より山行さんの方が有名になっちゃう。やっぱり山行さんは、僕がやっぱり本当に魚が全然上がってないって時も必ず国産があるし、はい、やっぱり他のマグロ屋さんがボストンとか使う時に国産が必ず置いてあるっていうか、僕が年間通して本当にボストンとか冷凍のマグロ使うっていうのは、だけどそれでも年間3日か4日ありますね。どうしようもない時は何日かあるんですよ。だけどやっぱりもうマグロだけはね、こう東京で寿司屋やってる以上
絶対にもう負けられないっていうか、絶対いいものが欲しいんで。寿司って言ったら僕はマグロってイメージなんですよね。他の魚も全部大事だけど、いいっすね。いいです、包丁の入りも吸い付くような、密室が吸い付くようにこう包丁にくっついてくるっていうかね、そういうのがあるんですよ。やっぱもうやってる人にしか分かんないと思いますけど、こういうこと言っても。それが中トロ、これはまあだけどもう両方大トロですね。いやもうすごいですね、うん、これも、もう大トロって言ってぐらい。だけどあんまり中トロ大トロって言わないようにして、最近はもうトロはトロと言った方が。なかなかこんな綺麗な柵見たことないですね、うん。あ、柔らかい、包丁入れても分かります、筋柔らかくなってる。やっぱりどんぐらい置いてるんだろうね、1週間手入れがいいんですよね、保存というか、うん、保存もしっかり氷詰めにして。昨日も休みだったんだけど氷だけ入れに来るんですよね、うちの若い子が氷だけ買いに来るんで、もうあのマグロの保存だけはしっかりやってます。だから長期連休取れないんですよ、本当にマグロがあると。マグロを完全に売り切ってから連休入らないと。飼ってるようなもんなんですね、なんかペットを飼ってるというか生き物を飼ってるような感じなんで、やっぱり、うん、生き物を育ててる、生き物を育ててるって感覚なんですよね。あ、どうもいらっしゃいませ、今日よろしくお願いします。ありがとうございます。あれ今日2人だっけ、もう来ます、ね、あ、わかりました、はい、わかりました。お酒、次行きましょうか、はい、行きましょうね、はい、あと飲むち2つです。まあこんだけ飲んでもね、変わんないからすごいですよね、そんなに、うん、やっぱすごい。今回が、はい、白イカもうそのまま召し上がれます。握りはもうできるだけ早めに食べてくださいね、あの出たらすぐ行っていただけると美味しく美味しく召し上がれます。アナゴの違いは分かる。ネタの温度が17度、シャリが36度書いてあります。大体そこの温度帯を目安に握ってます。やっぱりね、端から端のお客さん握るときにね、多少温度ずれますけど、僕の理想の温度帯、この温度で握ったら美味しいっていう、なんか寿司に対する心意気ですね。はい、イカは身の方がちょっと冷たく感じると思います。シャリもそんなに熱くなってないんで、36度だから。どうぞ。包丁入れる、いや、多分何層でも切ってんじゃないですか。そうですね、これで3段ぐらい重なってますね。40本から50本ぐらい、イカが、こういう糸状になったイカがこう重なってます、はい。お支度さんね、お酒頼むね。最初はあそこです。じゃあどうですか。いきなり結構あるな、食べたらカスゴですね。ふわ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 っとした優しいお寿司、あまり強く握ってないんでね、あの崩れやすいんで気をつけてください。すごい、地代って言ったりしますね。できるだけちょっと大きめのカスゴ入れてます、通常の店より。普通の片身で2貫取りぐらいのサイズが一番好きなんですよね。ふわふわと肉厚でね。昔本当僕が修行時代なんかはこれ酢で締めてたんですよ。今はね、酢締めじゃなくて昆布締めにしますね。皆さんどの店も結構昆布で締めてるかな。昆布で締めるっていうか、昆布で香りをつける程度、昆布で締めちゃうともう水分持ってかれちゃうんで、ほんと固くなっちゃうんですけど、
だから柔らかい。そうなんですよ、あの水分あんまり持ってかせないんですよね、昆布に。今日はホールの女の子が一人いないんでちょっとバタつきますね。あ、全然普段僕もやらないようなことやらなきゃいけないんで。なんか違う。いや、やっぱりこう細かいとこですね、皿下げたり、飲み物、あんまり飲み物とか最近、うん、一人足んないだけでやっぱりちょっとバタつくんですよ。飲み物がすぐ出せなかったり、あと冷たいお茶かな。はい、うん、やっぱりちょっと我慢してもらえればね、今の時代やっぱりいろんな辛いことあるから、仕事って、うん、仕事はいろんな辛いことあるから我慢してね、耐えてもらうっていうのもすごく大事なんですよ。そうですね、やっぱり、ね、嫌なことってどの職場行ってもあるんで。ありますね、だけどやっぱりストレスね、溜めて、うん、やっぱ変になるよりはスパッとやめるときはやめちゃった方がいいのかなとか、いろいろ考えます。今の時代もうどういう考えにしてるのかあんま分かんないですね、若い子も働きに来る子も。もう修行っていうか、修行っていう感じでもないし、うん、できるだけ働きやすい環境を作ってるつもりなんですけどね、僕もやっぱり。本当にだから将来的にはなんかカウンターだけのちっちゃいお店、5、6席嫁と2人でやるように。それが阿佐ヶ谷ですね。で今いる若い子たちが全員巣だったらね、そういう考えもあるかなって思って。やっぱり今働いてる子たちはね、しっかり独立してもらいたいんで、ヒラメですね。結構しっかり味があるヒラメです。コリコリした感じじゃないんですけどね、味わい深いヒラメ、うん。ちょっとバタバタしてて忘れてましたね、画面にさより。これね、ちょっとやってあげるだけでやっぱ喜ぶんで、こう見てる人は。これ江戸前のさより、結構食感いいと思います。食感良くて甘みもあるさよりです。これはね、ちょっと固めに握ってあげるんですよね、こういうお寿司は。やっぱりこう鮮度が落ちてくるとちょっと白く濁ってきて、ね、光もこんな綺麗に残らないんですよね。結構光も綺麗に残ってて。はいはい、大丈夫ですか、一緒でいいですか。ついていかない方がいいかもしれないです。ゆっくり行った方がいいです。ちょっと休みましょう。お酒一つ。一緒についていっちゃうと多分やめた方がいいです。あの味わえなくなるから、お寿司、やっぱお寿司も味わってもらいたいから。お酒一杯2杯飲んで、ね、味わえなくなっちゃうよりは。寝ないでよ、寝ちゃダメだから。寝たらもうさよならだね。はい、もう二度と会うことはできない。いや、もうなんかうますぎて寝ちゃいそうです。お酒飲みすぎてたまに寝ちゃう人いるけど、まあ、気分良かったんだろうなって思うけど。いや、いいことっす。はい、だけどもったいないですよ、せっかくのね。やっぱり途中で寝ちゃうと寿司がかわいそう。カワハギ、失礼します。カワハギいいですね、今ね。肝もいいし、肝も油結構入って やばいっすよ。ね、食しながらね、そうです。すごいクリーミーな感じになると思います、これ。いい感じの。と次ね。字が同じかと思う。もっといいかな。なんか、こうと思えんじゃん。あ、そう、トロです。
エセ関西人になってる。お口の中にね、ずっとマグロのいい、ね、いい脂が。やっぱり最近やっぱ油ですよね。やっぱ油の質ってすごい大事だなと思って。油でやっぱ変わりますよね。量も食べれる量も。あと食後感も変わってくるんですよね、油で。これ今日大間です。大間のハイナは206キロとか、はい、でこれで約1週間ぐらい置いてますね。1週間うまみが結構ね乗ってきてますよね。またもう本当漁獲されて 2,3 日 4,5 日ぐらい食べるのも美味しいんだけど、やっぱちょっと置いてこのぐらい置くのも美味しい、うん、ね、綺麗ですね。うん、後ろこれ。うん、美味しい。このまんまでいいよ。もう何も味付けないで。タラの白子どうぞ。まだら白子。ちょっと温かいのが欲しいかなと思ってここら辺で白子入れて。やっぱこういうのって海外の人は食べれないじゃないですか。ああ、そうです。こういう海外の人が食べれないものをこういうふうにこう動画で撮ったりしてちょっと発信して、うん、それでやっぱり海外の人なんかに分かってもらいたいっていうのは分かりますよね。江戸前のお寿司を今やってる、今江戸前のお寿司でこういうことやってんだっていうのは海外のお寿司屋さん、海外のお寿司屋さんとか海外の人間に分かってもらいたいですよね。失礼します。やっぱり日本だけで終わりたくないっていうかね、海外の人にも知ってもらいたいっていう、そういう気持ちが結構最近強くなってきて、海外にあんまりイベントとかで行きたくないけど海外の人に来てもらいたい、僕はそういうタイプですね。ああ、そう、やっぱり海外に握り行ってもやっぱこのネタは揃わないですもん。海外に握り行ったとしてもこのネタは揃わない、うん、あれでもここに海外の人だったら、うん、ね、ここに来る分には全然大丈夫なんですけど、で僕なんかあんまり行かない理由そこなんですよね。お寿司で仕事で、向こうにある食材でなんか寿司とか握ってみたら面白そうですけどね、そういうのも、うん、難しいんじゃないですか、うん、いや魚は一緒だから、 あとはやっぱりのじめとかやっぱ手当てが良くない魚とかをどうやって美味しくするかっていうのも、僕結構昔の荻窪にあった時とか朝貝にあった時とか安い魚でいろいろやってたんで、そういうのは得意です。藁、はい、でいぶしたりとか漬けにしてから炙ってみたりとかいろんなことやってたんで、鶏不自由を使ったりとか、うんうん、いいサバですね。淡路ですね、淡路のサバ、淡路島のサバです。これ綺麗ですね、血合いもまだ真っ赤だし綺麗なサバです、はい、色変わってないけど、うん、サバ臭さとかそういうのないと思います。これ綺麗なサバの味がすると思います。サバがだいぶ良くなってきましたね、ほんとちょっと前までひどかったんだけど、うん、ひどかったです。もうまかないで食べたりとか、まかないでも食べたくないぐらいのサバが何回か来て、あとアナゴでちょうどいいぐらいになりました。ちょうどいいぐらいになってますね、よかった。ちょっと僕あっち握り行かなきゃいけなくて、すぐ握りあっち行っちゃうんで、ちょっと3時までに帰りたいってお客さんがいて、すいません、ちょっと一回外しちゃいます。あの追加とか大丈夫ですね、大丈夫そうですね、皆さんね、ありがとうございます、今日はありがとうございます、どうもありがとうございました、今日は本当に素晴らしい、うん。